皆さんこんにちは、高橋貴子です。本日はウェブ文章術のコツ29ということで、 SEO を意識した文章術についてお伝えしたいと思います。SEO というのは、他の部分でまた詳しくお話はしますが、こちらでは簡単に申し上げます。SEO というのはサーチエンジンオプティマイゼーション、検索エンジン最適化というものを略した英語になっておりまして、ウェブマーケティングでよく使われる言葉であります。 SEO、どういうものなのかって簡単に言っちゃうと、要は検索をして自分のサイトが一番上に見えているように、調整していきましょうということなんですね。で、これは自分で自力でどうこう調整できるものではなくて、Google さんであったりとか Yahoo さんですね、こちらの方であなたを上にしますよっていうふうに決めていくものなんです。で、それには気に入られるというか、上に表示されやすい部分で何を意識しなくてはいけないかっていうと、キーワードを意識していくっていうことが必要になります。例えば私の場合には天然酵母パン教室だったりしますので、天然酵母パン教室っていうキーワードはとても重要視しているので、そういうものをタイトルに入れていったりとかしています。で、ブログとかそういうものも書くときにも、例えばパン教室であればパンに関連した用語とかキーワードとかを、タイトルに入れた形で文章を書いていくと、その用語を調べている人とかが読んでくれて、場合によっては教室に興味を持ってくれて、で、場合によっては教室に来てくれるという、そういうちょっと地道な集客のやり方になるんですけど、そこを意識していくと、ずっと記事を書き溜めていくと財産になっていきます。例えば私の場合のブログとか1000近く記事ありますけれども、そのブログの中でもキーワードでヒットして、まずブログを読む、で、私に興味を持った生徒さんがホームページを見る、で、ホームページを読んで、あ、いいなと思って申し込むっていう、そういう流れとかがあったりするんですけれども、驚いたのがですね、その申し込む前にブログをずっと過去まで遡って600記事ぐらい読んで申し込んだっていう方がいらっしゃったので、それもすごく驚きました。ですので、地道な作業として、逆に長く聞いてくる他の方が急に広告で人を集めたりとか、そういう一過性のものではなくて、細く長くやっていくときに必要になってくる知識になりますので、キーワードですね、ご自身の教室の特徴をキーワードにした場合何なのかっていうことを意識しながら文章を書かれると、長くいろんな方に探していただけると思いますので、ぜひそんなところも合わせて考えてみてください。